普通の人、体、息、心、あまねくほどけ、通じの良い人、普通の人、の普通人を、四行、五行、六行のところの頭に縦に並べておきました。普通の人というのはいろいろな意味で使われていて、凡庸な人、平凡な人と言われる場合もありますし、あるいは常識を持っている人、非常識ではない人という意味でも使われますね。ここでは、通ということを通じの良いという意味にとって、不の方は本来のあまねくという意味に介して、あまねく通じの良い人。ではどういうふうに通じの良い人なのかというと、体、息、心がほどけた状態の人。安らいで、くつろいで、それでいてフレッシュで生き生きしている人。そのような人が増えてお互いに新鮮な温かみのある交流ができたなら、それはだんだん個人的な問題ではなく集合的な普通、あまねく通じが良い状態になってきますね。その輪が広がっていくならば、全体が平和で幸福に満ちたものになってくるでしょう。全体的な幸福と平和を確立するためには、個人個人が自分の責任において体、息、心をあまねくほどけ、通じの良い状態にしようという努力が必要ですね。完璧無欠、完全無欠な普通、あまねくほどけ通じの良い状態というのはありえないかもしれませんが、自分の努力によって、そうしてお互いの努力によって気持ちよくほどけ合って通じの良い状態というのを生み出すことは可能ですから、まずは自分のところから体、息、心において普通人になるように努力してみましょう。